はい、おはようございます。観音塚古墳ね、これでちょっと上上がってみましょうかね。ここからね、ちょっと上がっていきますね。ここ木々ですけどね。さあ、ちょっと上がるでしょう。こんなです。初めて来ますけどね、こんな山の上になります。どうなんでしょうかね。観音塚古墳グリーンロードを通ってるとね、いつもねこれが出てくるんですよ。で、気にはなったんやけどね、今日朝もねちょっとこう出てきたんで、ちょっと曲がってますんだけどね、ずっと階段上がった上の方にあるのかな。横に池があるんでね、ひょっとすると前方後円墳かな思ってきたんやけどね、違いましたね。山でございます。まあ、ずっと上がるのかね。階段でございます。階段、この辺りはねブドウが盛んに作られてますけどね、後ろはちょうどブドウ園がいろいろあるんですけどね。おお、ここです。ブドウ園です。これね、ブドウ園が広がってますけどね。また上上がるか。これ上がっていくと、お、この辺から階段がないぞ。この辺から山道になってます。山道でございます。もうちょっと上よ。観音塚古墳、ここから左が、左ね、はい、上がりました。着きました。ここでございます。白鳥がされてないやつ。綺麗な、これ綺麗な石積んでるけどね、ほんまにそんな昔で作ったのか。これ古墳のイメージがちょっとねびっくりしますけどね。こんなにないけどね、普通の石をね大体積んであるんだけどね、昔の古墳いうのはね、こんなんですわ。ここの上にね石を積んで、大変でしょうね、これ上から見るとこんなんです。昔の作りはね、最初の頃こんなんね、高松塚とかね、キトラ古墳とか山になってますけどね。ほうほう、こんなんです。下を見ると下は池になってるんですよね。あの池の横やからね、ね、ちょっと鍋で見るとひょっとすると前方後円があったんかなと思って、山の上でした。はい、ね、ここ綺麗にね、木々草や木を切ってありますわ。これね、これはちょっとびっくりしましたね。こんな綺麗に切ってある石をね、中どう見れるんかな。お、見えるよ。いやー、奥長いですよ。ここ本当深いですわ。これね、これ石の切り方きれいに切ってんだけど、これいつぐらいやろうかね。これ調査されてないぐらいです。ここね、こんな感じですけどね。はいはい、もう一回見てみましょうか。調査されてない。これはね、いつ頃かでも書いてないね。
ちょっとわからないね。まあイメージ的にはだいぶ古いみたいですけど、石を切ってあるんでね、やっぱりどうやろう、飛鳥時代もっと後かな、その頃かもしれないね。飛鳥時代もっと前やったら5世紀ね、そんなかもしれんな。こんなんですよ、これ帰り見たら分かるように、もうすごくね、階段です。はいはい、これ4周ほらんとフラフラしてな、ほらこんなやつ、ほらほらほら、はい、その謎が解けました。ここのね、この観音塚古墳ね、いつも横に 出るんですよ、グリーンのことをよく走ってるとね。で池があるんでね、そこの池がね、この池横に見えるもんで、なんか前方後円かなんかかかるんかな思ってね、一瞬期待したんやけどね、やっぱり違いましたわ。山の上でございました。5世紀ぐらいのなんかあの宅間塚とかあんな感じのね、山の上に丸い土を乗せてね、そんな感じのね、古墳ですわ。ただ中はね、石はみんな切ってあるんでね、あれはちょっとびっくりしましたね。昔は大概ね、大きな石を積んでね、石器作ってますんでね、どこやったっけ、あの石舞台古墳か、あんな感じでね、100個の石は切ってませんからね、ちょっとびっくりしましたね。はいはい、非常に短期間で見れたのにね、なかなか来なかったね。一周回ったけど、ものの何分やね、下上上がって降りるまで5分もかからん、5、6分じゃかからない、これすぐ見に来れますわ、これ。はいはい、これはどうも失礼しました、ありがとうございました。